だまるで恋人かのように高価なお土産を渡されたり、強引にランチに誘われたりと、相変わらずかしのペースに狂わされていた。かしに新連載のお願いに大学に来た宮田。新連載を引き受けてくれたかしだが、電話が入って助手の白石が宮田を見送ることに。少し疲れちゃって、という白石だったが、よかったらおしゃべりしませんか、と白石が言うと、はい。 とは切れの悪い返事をする宮田。嫌だな、そんなに警戒しないでくださいよ、と白石はソファに座り、編集さんって大変ですね、毎週打ち合わせなんて、と嫌味を含んだことを言う。宮田が苦笑すると白石は、僕としては雑誌連載より本業頑張ってほしいんですよね。先生をお忙しくて、いつ寝ていつ休んでるんだろうって感じなんですよ、と続ける。 経営者としてはありがたい限りです、と宮田が無難にやり過ごし、気まずい沈黙の後、では、と立ち上がると、宮田さん、と白石は呼び止める。僕、先生のこと諦めることにしたんです。だって先生僕がアプローチすればするほどなんか全然なびいてくれないし、少し疲れちゃって、と節目がちに言う白石。いや、あのよくわかりませんけど、よかったんですかね、と宮田がコメントに困ると、 白石は微笑んで、なんて言うわけねえだろ、おっさん、と言う。え、と宮田が驚いて言葉をなくしていると白石は、お前なんかお呼びじゃねえんだよって言っておこうと思って。では、と不敵に笑うのだった。高氏に相手にされない白石が切なく思えたが、宮田に好戦的態度を取るしぶとさはいじらしくも頼もしく思えた。恒星、文イコール牧島文香、高松アロハの、 正しくは、はしごこう。